はい、どうも、ゆきです。今回の、カメゴロの真似してみましたシリーズは、こちら、カナブンと、オケラケラですねを、昨日の昆虫採集でね、まあ、入手して、で、まあ、しばらくね、この、ケラはね、すごい活発に、動いたんですが、今、翌朝、もうなんかぐったりし始めて、まあ、もうそろそろなんか、本格的にやばい。まだ生きてはいるんですけど、もうなんか元気がなくなったんで、そろそろ食べたいと思います。はい。それではね、早速調理を、していきましょう。調理をしていきたいと思います。まあ、調理は、毎度おなじみ、炒めるだけ。炒めるだけです。まず洗います。まずは洗って。洗ったら、鍋ちゃうわ。フライパンに油を敷いて、加熱。そしてしばらく加熱をして、炒める。それでは、皆さん、ご唱和ください。アーメン。まずは、かなぶんくんを、投入。そして、おけらくんも、投入。アーメン。取れてるかな。取れてる。若干しか映ってない。こんな感じ。ああ。あち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 。
オケラはすごいですね。ずーっとね、あの夜中までね、夜中に捕まえてからずーっと6時間ぐらいかな、ひたすらね、こう、書いてましたね。前足、カシャ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 って。すげえ、体力がある。多いでしょ。多分。はい。こちらに、塩を振って食べましょう。こちらに塩を振って。それじゃあいざ実食。いざ実食。いただきます。まずはコガネムシじゃない、カナブン。いただきます。エビだ。これエビだ。エビだ。そしてオケラ。ケラケラケラー、いただきます。これはエビですね。エビです。ごちそうさまでした。
特にまずくもなく、まあうまいといえばうまい、あのエビですから。ただあのカナブンは若干足が硬い。のでちょっとあの引っかかるというかちょっと硬い、まあ、ケラも普通にあれですね、うん、エビですね、うん、まあ、ただあまり食い出がないといえば食い出はないです。まあ、食いではないですね。まあ、どっちも三つ星ぐらいですかね。うん。三つ星。では、ご視聴ありがとうございました。